どうも皆さんこんにちは、キョキョです。今回はですね、もう提案です。これ結構ですね、そのネットとかで、掲示板とかでかな、結構流通していた話題なんですけれども、日本のクランと当たるためにということでですね、私もずっとクラン戦1週間に2回という感じでやってますけれども、基本的にはやっぱ中国のクランであったり、他のクランですよね、当たることが多いんですよ。なのでやっぱり日本のクランとやりたいじゃないですか。やっぱね、やりたいじゃないですか。なのでこの方法ぜひ拡散していただいて、ぜひ日本のクランと戦いたい、そのためにですね、拡散お願いします。早速どういうものか見ていきましょう。はい、このようなものなんですけれども、2020、ツイッターでね、拡散されていたものなんですけれども、22時22分、要するに夜の10時22分に同時開催して日本のクランで対戦しようという運動がですね、今というか結構前にその掲示板とかで言われていて、そのことをですね、結構今ツイッターとかで結構出回っているので、そのことを皆さんにお伝えしてですね、私のチャンネル登録者1万人という方、その1万人のクランがですね、なんでしょうね、1万人が入っているクラン全員にそのクランマスターとかにクランリーダーとかサブリーダーとか超サブリーダーとかに伝えていただいて、もう22時22分に開催することでですね、日本のクランと、もう上がろうと。これはツイッターで、回っていた画像なんですけれども、22時22分私もですね、ゴエモン JP のこれから22時22分222運動をしていきたいと思いますので、ぜひ日本の皆さん拡散してですね、もう日本のクラウンとバシバシ当たって、バシバシ強くなって、クラッシュオブクラウンを楽しんでいけたらなと思います。ということで皆さんよろしくお願いします。情報提供というか話題提供ですね、ということで、ご視聴ありがとうございました。